総員敬礼。本日の定時報告を開始する。どうも荒川決死隊のシモンです。あいつがいないぞ。そうなんです、4月1日亀の誕生日、エイプリルフールですね。エイプリルフールといえば嘘ですね。ということでカムイにドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイイエー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 イ。4月からですね、赤身カルビさんとラジオが決まりました。文化放送お笑いカルビ塾という番組なんですが、早速そこでカムイがクビになるドッキリを仕掛けたいと思います。ラジオが収録なんですよ。で、収録撮り終わったんですけど、そこでのそのカムイの感じがあんま良くなかった。なので番組からちょっと NG が出ましたみたいな、もう早々にカムイが外されるっていうドッキリなんですけど、っていうのもね、カムイってちょっとなんかクールじゃない。愛をさ、ラジオに対する愛をちょっと調べたいなと思って、こっちが。ってことで、ドッキリ、スタート！あ、お疲れ様です。あ、お疲れっす。大丈夫？はい、大丈夫です。大事な話というか、あれなんだけど。はい。ちょっとラジオの件で、ちょっと相談がありまして。はい。ショックかもしれないんだけど、ちょっと番組サイドの方から、メンバーちょっと相談したいっていう連絡が、相談が来てます。はい。率直に言うと、まあこれから、まあ芸人さんとかも来る中で、まあシモン一人でもいいんじゃないかっていうところがあってですね。はい。で、まあ、チャチャ入れとかは、その、まあ、芸人さんがやっていくっていうのが、今良いんじゃないかっていう。わかりました。ちょっと僕聞いてて、はい、そこまでそんなかっていうのが、正直思ったとこだったんだけど、なんか感じた。いや、そうですね。なんか先輩ともいろいろ反省会をしたんですけど、なんかその、リアクションが先輩と同じリアクションになってるところとかが結構あったので、まあ、いなくてもいい状態にはなってたのかなっていうふうには振り返ってみて思いました。カルビーちゃんのリアクションとか見てても、その、ちょっとアドリブ力というか対応力が全然足りてなかったなと思って。いやー、ちょっと僕の力不足もあって申し訳ない。いやいや、すいません、本当に。なんかちょっと、まあ、ちょいちょい昨日からもそうだけど、一瞬なんか瞬間瞬間落ち込ん、なんかちょっと 寝不足ではあるんで、ちょっと眠くはあるんですけど、3時ちょっと前とかに寝て、単純に睡眠時間足りてなくて。どういう感じですかね。そうっすね、確かに。わかりました。カムイさん。あら。ドッキリでした。いつものね、はるかな一緒に番組盛り上げていきましょう。ツイッターのフォローはしないけどね。わということで、エイプリルフールー、カムイカムイ、エイプリルフールー、ドッキリだよ、カムイカムイ、ドッキリだよ。大丈夫？ごめん。え、嘘、ごめん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 
ごめんごめん、カメちょっと待って、ちょっとティッチュティッチュ、ごめん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 、そんなそんなになる、ちょっとごめんごめん、カムイカムイ、あ、ちょっとごめん。どうだった、その昨日から、はい、昨日からいろいろガチな感じで一緒にカップ麺食べたけど。そうですね全部ドッキリです。あー、よかったです、よかったです、本当によかった。はい、なんかでも確かにその嫌われてないならよかった。俺も愛を確かめられてよかったよ、カムイのいい顔が見れました。いつもクールだから思ってんだ、意外と。クールっすよ、意外と思ってんだね。いや、クールっすよ、やりたかったんだよな。よかった、だっていっぱいね、カルビのこともいっぱい知ってるし。いやいやいや、もう全然もう全然もう、うん、はい、もういや、いや、めんどくせえなめんどくせえなめんどくせえわ、めんどくせえわってなんだ。またラジオ行かないといけないですか。いや、行くだろ、それはお前。まあ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 、呼ばれたら行きますけど、それはもう必要とあらばね。強がっちゃって、いや、めんどくせえ、強がって、もう本心が分かったから、強がってんの分かる。いやー、よかった、覚えとけよ、いい顔が見れました